Welcome! 皆さん、こんにちは。ジュディ・オーグです。さて、今日はずらりと習っているのは、私、20代の前半から、実はこのメーカーさん、エルメスさんに憧れて、一個一個増やしてきました。で、今日はね、総集編じゃないけど、全部出してきたんですけど、珍しいものもご紹介したいなって、私のこだわりをご紹介します。まず最初、何してると思う？これ別にオペレーションじゃないですよ。今から手術する、私はドクター X じゃありません。これは実を言うと、私乗馬をするんですね。で、乗馬のブーツのこう右角と左角のところにこうループがあるの、革で。で、そこのところにこう引っ掛けてブーツを履くんですね。じゃないと、人によっては下からこう履けない人もいるし、とてもきついの、あるいはピタッとしてないといけないから、こうやって引っ掛けてグーッと足ながらこう引っ張ってブーツを履くものです。バグといえばエルメスですね。実はこれエルメスのものなの。私が乗馬をするっていうことは、母がすごく、彼女自身が乗馬をするので、娘には乗馬をと思ってて、一生懸命私がやってたら、これをご褒美にくれました。これは何でしょう？ブーツのかかとをここに入れて、ぐーっとここ足踏むのね、もう一つの足で。で、ここにかかとをこう入れてぐーっと引っ張るとブーツが脱げる、ブーツ脱ぎです。で、ここがちゃんと革になってるのは、靴が傷まないように革で張ってるんですね。でも、普通乗馬クラブに行くと、これあるんですけど、この革張ってるの見たことないです。それだから、これ見た時は大感動でした。今日はおしゃれブーツっていうなので、このジッパーのないのを履いてる時はやっぱりこちらの力を借りて脱いでます。これはブーツ脱ぎ、半分に折ってこの中に入れて、これも半分に折ってこれの中に入れて、いつも収納しております。ご覧の通り、やっぱりバグ屋さんだったのね、エルメスって。さあ、そこで私も学生になりました。欲しいものがありましたけど買えない、こういう枠はとてもじゃないけど買えなかったから、最初に買ったのが時計、エルメスちゃんの時計です。この革がね、とても良かったんで買いました。そしたらば、これと同じ革の、バッグがあったので、もう嬉しくってしょうがなくて、そのバッグを買いました。ちょっとね、一緒につけるといいなんて、ちょっとおしゃれなんて思うんですよね。で、これがその、バッグです。そしてその次に出会ったのがホースヘア。エルメスっていうのはやっぱり馬と関係があるので、馬の尻尾を編んだ、馬の尻尾で編んだ、このピチッと、もうすごい縦も横も馬の尻尾よ。で、なんでかっていうと、これ傷つかないからっていうので、こういう風なものにしてあるんですけれども、これももう何十年分かんない、20代前半ですからね、の時に買ったバッグです。で、これこうやってクラッチでもいいですし、中にこのショルダーが立ってて、で、昔はね、短かったのね、この肩にかけるのがすごく短かったんですけど、後にすごく長くなったので、これオーダーしてこの長いのいただいたので、だから今だとこう前後ろにすることもできるんですけれども、その真ん中で一時期肩にちっちゃく背負うっていう流行りがありました。で、その時にはまたこれを出してきて、肩にちっちゃく背負って、もう忘れちゃいけませんよ。もう長いことね、時間がある時には、エルメスからいただいたクリームを塗って、私たちの顔を保湿するのと同じように、これも保湿をしてあげています。きちっと折らないように丸くしてね、しまってあげると、いつまでも、人間だとこうやってビジってやってたらシワになっちゃったりするのと同じように、これも革ですから、シワのやらないようにまっすぐにしてしまってあげてます。さて、そしていろんなものを買っている間に、少し淡い色が欲しくなった。これちょっと珍しい色なんで、これはもうすぐ飛びつきました。ケリーですね。ケリーのこのオフホワイトっていうのがなかなかなくて、これを買った時は嬉しかったですね。では次に行きましょう。
もう皆さん私スカーフ好きはご存知だと思うので、まあ割と初期のデザインのものっていうのはこういうふうにこういう馬が書いてあったり、それからこれは馬のこの飾りね、どっちにしても全部馬に関係のしたものが描かれているものが多いんですね。こういうふうにね、これも本当にもう私皆さんにはこのスカーフの使い方を随分ご説明してるんですけれども、それの、まあ、主役たちですね。これもそうよ、これも馬が真ん中にいるでしょ。それでいろいろなクレスト、そのお家の家紋を入れたバッグがいろいろこう書かれているんですね。まあ、さすがエルメスだなと、詳しいなって、まあ、もうそもそもその馬の蔵を作って、ね、すごく素晴らしい蔵を作ったっていうのは有名です。でこれがクラシックなんだけれども、最近になってこういう風なのを皆さんやるようになりました。これ何なんだろうなと思ったら鳥ですね。鳥の頭を本当に鉛筆でパーって書いていった柄をしつらえたんですけれども、自然ね、だんだんナチュラルっていうか大自然との関わりをテーマとしてきたんですね。それがね、これ結構だからするとまた違った感じで素敵でしたよ。うん、ね、見てみたい。皆さん覚えてる？このやり方。こうよ。こうやってよ。覚えてる？これは他の YouTube でもう5万以上。15万の人たちが見に来てますけども、いろいろなスカーフの結び方してますから。あれはあれでまた見てくださいね。こうやって自然の方に目が今エルメスは向いてます。でその中でもう一つがこれ、私これ惚れちゃったんですよ。惚れちゃったんだよってあるでしょ。カメさんがいたり、すごい海の中、夏はこれをしてると、ああ涼しいわって気持ちになるの。実際は涼しいかどうか分かんないけど、見てる人は涼しいですよね。熱帯魚がいっぱいあって、これは楽しく使っています。色も綺麗だし、で紫色の T シャツにちってやっても綺麗だしね。これはこれなりに楽しんでます。また見てみる、私のその結び方。この服に合わないわね。やってるわけです。さあもう一つ面白いもの見せましょう。私着てるのもそうなんですけども、エルメスのスカーフを使ったセーターとかベストで、やっぱりさすがエルメスだなと思ったのを見てください。狩りなどね、馬とハンティングですね。もうそんなような柄が書いてあるので、これもう嬉しくなっちゃう。これ着るといつまでもちゃんと着れるサイズでいようと思ってます。なかなかね、お正月過ぎるとね、あれちょっと待って、お餅いくつ食べたかみたいなことでちょっと丸くなってますけど、これはもう私のショール、皆さんもご存知、前にも紹介したかな。もう本当に1枚持ってるとあったかいんですね。難を避けるために素晴らしいものです。でここにあるのが、これちょっと楽しいのよ。これね、エルメスのブレスレット。これ私は今ちょっと例えばむくんでるとかいう時にはお湯に手をつけて、こうやって木をこっちに流すと全部が上にこう向かっていくんですね。で少し細くなるとか柔らかくなる、柔らかくなったところでこうひねった状態、今もうすでに他のをしてるんですけども、これもエルメスちゃんですっごい気に入って買ったんですけど、これね、これでは入らない、ねじった上にまたねじって、それで入れる。そうするとここの硬いところね、ここを絞るんですね。見える？ここを絞る。そうすると入らないかなと思ってた手がピュンと入るんです。これをこう絞るので、これって中国人のこうブレスレットあるじゃないですか。翡翠のブレスレットとかよくなさってるでしょ皆さん。その翡翠のブレスレットの今のかけ方です。お湯につけて
そして揉む。こうやって。こういうふうに揉むんじゃないのよ。ねじって、ねじって揉むの。こういうふうに。小指のが親指の付け根、親指が小指の付け根に行くようにして揉む。それで柔らかく、ここが柔らかくなると、これがこう細くなるわけですよ。向こうから見るとね。で、それで通すの。取らないようにしましょう。それからこれが楽しいじゃないですか。これね、これエッジをピッとずらして、でこうなったらこうなる。もう手がもうちょっとブレスレットだらけになっちゃうんであれなんですけど。で、ひねって。これね、夏に涼しそうに見えるのよね。でもこういうあの色も綺麗ね。ブルーとあの茶色っていうのはイタリアの人は大好きですね、この色コンビ。そして、これ何だと思います？これポストイットみたいなの、これが一個一個入ってるんです。この中にこれちょっと忍ばしておくとね、あ、忘れ物にならないないようになるんですよ。これ一つ取って携帯にペッと貼っておくと忘れないための、これはもう絶対な必要なもの。手袋をここに挟んで、そしてこうやってバッグにつけておくんですね。乱暴に扱うとパクッと外れて手袋がどっか行っちゃいますね。気をつけないと。あー、ちょっとメガネが必要になってきたな。はい、こういうふうにつける。何もなくてこうつけてても可愛いわね、これだけでもね。で、ここの中にあるのが、これがですね、何だと思います？これこんな大きな指はありませんよ。何だと思いますか？そうです。スカーフ止めです。スカーフ止め。いろんなスカーフの使い方あるけども、でしょ？これをここに通して、で、人によっては右左に手を通したり、こう両方を通して、ふわっとつけたりするためのものですね。可愛いじゃないですか。なんかね、ここはあんまりボコッとしなくて、結び目はなくて、どう？いかが？これがね、ポケットに入ってると、こう結んでガーってなってる時にこれがあると助かりますね。これはだから必ずもスカーフではなくて、ちょっと薄めな軽めのウールのこういうなあのありますよね。それを使うと綺麗ですね。こう2つあります。これが面白いものでした。すごく長くなっちゃった、ごめんね。でもまたもう まだまだあるので、それは次回ご紹介したいと思います。というわけで、あれ来たの、おいでおいで、はいはい、あいちゃん1、2、3、はい、皆様にじゃあバイバイ言いましょう。アイリス向こう向いて、向こう向いて、それじゃまたお会い、あら行っちゃった、行っちゃいました。それではまた、今日は、私のエルメスの面白い お話をたくさん皆様に聞いていただきました。また見てくださいね、登録してください。後ろの箱、これ次紹介します。それじゃあチャオ。